そうですね。白旗揚げなんだっけ。白。この木の根っこに気をつけた方がいいわ。歩くとき。誰かいますか。こんばんは、アハ TV のコマです。コマでーす。今日は千葉県の船橋市にあるだるま神社に来ました。ここはですね、柔術とかに使われる謎のあのだるまが安置されているということですね。で、ここの付近ではこの霊障が頻繁に発生するということらしいです。あともう一つ、何年前かな、2002年かなに17、8歳の3人の少年たちが通りがかりの男子大学生を車で拉致して、わずかな金銭を取った挙句リンチにより殺害したという事件が起きています。で、その死体を遺棄したのがこちらのだるま神社って言われてますね。行ってみましょう。では、レッツゴーゴーというのかな。わあ、よし、どうぞどうぞ。でも今のところ特に私的には何も感じない。何もなし。あ、ここか。言って前に。何の場所なんだろう。なんだろうな。何だ。何でしょう。ああ、これがだるま？ああ、でもちゃんとあれだね。こうされてる感はある。ある。だって飲み物も新しいし。ただあのだるまに刺さってるのは何？うわ、本当だ、本当だ。あれが何なのかすっごい気になるんだけど。釘？いい、何あれ。刺さってるね。釘っぽい。これが呪いのあれかな。していたところなのか。かといってこの木がものすごい古いわけでもないんだよ。そうね。虫に食われたりはしてるけど。なんかね、ここの神社、この建物よりも、周りの方が気になるなぁ。守り？どうすか、なんか感じるものがある。感じる？うん。まず、呪い感も全く感じない。へぇ、なんか怖い感じがしないね。ただ、さっき何だろう、少年っぽい男の子が、私がここにたどり着いた時に、こっち側にバッて走り去ったのが見えた。で、こっちに回ったんだけど、だけど多分その強盗殺人リンチ、に遭った男の子とかよりは全然小さい子だから関係なくて。で、その男の子の件はもうちゃんと供養済みというか。なるほどね。ここは特にそんなにそれぐらいしか感じない。あ、そうなんだ。うん。なんかもっと怖いかなと思ったけど、怖
怖い感じ、その続々感っていうの、うん、が全く感じないね。そう、なんだろう、それが正解で、うん、特にない。そのまあ男の子はいたけど怖い感じが一切しないな、うん、でもその男の子の例は、うん、決していい例ではない。あ、そうなんだ。小さい子？そうだね、小学校、小学生、うん、高学年ぐらいかな。あ、そうなんだ。の一人ぐらい、うん、これはスピリットボックスって言って、うん、周波数を合わせて、うん、あの霊の声を拾えるってやつですね。あ、はいはいはい、ことがある、うん、誰かいますか。こっち、こっちが気になるから、うん、ちょっとこっちで。あ、じゃあそっち。誰かいますか。え、なんか今行ったね。いるよみたいな。なんか行ったね今ね。びっくりした。入った。入ったよな。びっくりした。さっき走り去った男の子ですか？なんか言ったね。なんか聞こえたぞ今。今度女の人の声。女の人の声した。なんか言ってるな。手って言ってる。手さっきから。手。語尾が手。手。男の子と女の子の声してる。手。そんなまあ呪いとかそういうのも強くないし、その遺棄された。人の霊も特に感じないです。どうしてほしいとかありますか。ここお家？ちのお家？お線香だけちょっとあげたいと思います。ちょっとね、木も怖いし、本当あの石のところにやりたいんだけど、中に入るのはちょっと嫌みたいっていうか、うん、なんか自分たちの家っていう感覚が強いっぽいので、ここに今回はちょっと線香を入れて供養させてもらいました。なんかね、ここがね、自分たちのお家っていう感覚が強いっぽいです。で、ここのだるまですね。ここに関しては、あの全然供養されてて、あのなんて言うんだろう、嫌な気は全然全くしないです。はい、大丈夫だと思います。まあ、周りに浮遊霊がいるのはまあ、しょうがない。しょうがないんだ。うん、これはもうしょうがないことで。なるほど。はい。あとはまあ問題は、まあさっき見えた男の子が気になるかなっていうのと、でもその男の子はもう構わないでほしい。あとはここでちょっと数枚一応写真を撮って帰りたいと思います。やっぱね、こっちね、
側。さっきあの音声拾ったのもこっち側なんですけど、とにかくこっち側がすごく気になるのと、ちょっと写真だけじゃあ何箇所か撮って、うん、おいとましましょうか。車に戻ります。そんななんか言われてるほどでは全然なくて、あの小学生の男の子は住んでるっぽいです。ここに住んでるんかい。うん、そうだね。こっか。ここか。青白かったんだよ。青白い、うん、あんまでもいい死に方じゃない。まあまあ子供だから死んでるって言ったらいい死に方じゃないか、うん、病気ではない。気になるところは全部赤くなっちゃう。本当だよ。どういうことだよこれ。これで撮ってみて。うん。あ、ダメだ。関係ない。このライト関係ないわ。これかなと思ったの、今。うん。で、検証で、うん。これがこうなってて、はいはいはい。明るさで、まあでもそれでも赤くなったりなかったりしたりしなかったりってのおかしいから。で、今検証で、こうやってライトをどかして、この暗い画面で撮ったのね。うん。画面見える？これ。はい、これで撮っても赤くなった。なってたよな。うん。だからライトも関係ない。なんか多分ね、うん、どこかわかんないけど、位置は、うん、正確な位置はわかんないんだけど、うん、どっかで。誰かがっていうか自殺してると思う。はい、戻ってきました。戻ってまいりました。無事どうでした？まあちょっと他のね、肝試しに来てる若い子たちも見たけどちょっと喋って仲良くなっちゃったけどそうですね、なんか私の見た感じだと、うん、そのまあネットで書かれてる噂のそのなんか集団臨時であって強盗殺人死体遺棄されたっていう人の感じはもうなしなしなし、そういう感じは受けず、まあ神社自体もなんかもう全然そんななんかおどろおどろしいみたいなもん、うん、特になく、でその呪いのために使われてたっていうそのだるまに関してもまあ別に呪いが強くかけられてるっていう感覚もなし、うんうん、それよりもその周りのもう森っていうんですかねここ、うん、まあ特にまあ私がずっと気にしていた側ですね、うん、まああっち側がすごく気になったのと、まあ、小学生ぐらいの青白い男の子が走って隠れていったっていうのと、うん、あとはその男の子と何だろうな、若い女の子、若い女の子って何か噂ある？いや知らん、書いてなかったけどな。そうだよね、うん、そんなの、うん、若い男の子と若い女の子があそこのあの何か何に使うのかわからない真ん中の家感覚に思ってるから多分中に入らない方がいいのかなっていう感じで、うん、まあだからあえてだるまの方じゃなくって
そっちの、まあ、その子たちが家だと思ってるであろうあの建物のところにちょっとお線香を置かせていただきました。その女の子が自殺なのかな、そのまたもしかしたら後日降りてくるかもしれないけども、その男の子も決していい亡くなり方ではなく、事故もしくは自殺か虐待しか、虐待じみじめが紙一重で分かりづらいんだよな。でもなんかこうお母さんへの執着をそんなに感じないっていうのと、女の子は多分自殺かな。すみません、一人の人が入っちゃった。あ、いや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 まあそんな感じが見受けられたという感じでした、うん、今回ちゃんと正直に言うけど、ついてきてる方はおりません。いない、はい、大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。本当に大丈夫。はい、大丈夫です。乗せない、はい、今日はついてきてないというか、まああの子たちはあそこ離れないと思う。離れたがらない。うん、帰りますね帰りますか。はい、はい、じゃあ今回もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。お願いします。もし何か見えたり聞こえたりしたらコメントお願いします。あと DM、 Twitter の DM とか、あ、そうですね、うん、質問とか何か、ね、心霊写真体験談、うん、相談なんかも募集してますので、ツイッターやインスタグラムの DM に送ってください。では、アハビビでした。そうそう、お疲れ様です。お疲れ様です。人がいました。